やる気、元気、たまき。霊感タロットのたまきのズバッと知事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題はじゃん。内閣改造により日本と、ね、日本国民、自民党はどうなるのか占おうと思います。はい、基本的に1日2本動画アップしています。個人鑑定の申し込み方法、動画概要欄に書いてあります。で、お知らせ、来てください。まず、ズバッと叶える手帳とブレスレット販売中でございます。動画概要欄からぜひ。はい。で、オンラインサロンたまきの人生向上委員会では、各種特典とか、今日のイメージとか、気をつけること、習慣性とかやってます。もう一個のオンラインサロン、マッチュール無料になったので、ぜひ気軽に入ってください。で、猫チャンネル始めたので、猫好きな方はぜひ、にゃんってないって登録お願いします。ズバッとタロットはアマゾンとかで売ってます。はい。さて、内閣改造がありましたけれども、まず日本とか日本国民にとって良い人事になるの、なったかどうか。これによって良い方向に行くのか、日本が。自民党にとってはどうなのか。ね、誰かがなんか、ね、また悪いことをしたり、スクープがあったり、なんかね、木原さんいなくなったけど、まあどうなのか。で、官僚たちの仕事ぶりを大量にいるんですけど、一枚引きでやってみようと思います。今までやったことないけど。はい。さて、じゃあ、日本国民にとって良い人事か、どうなるかっていうのをね、この内閣の、この閣僚たちによる政治で、我々の生活はどうなるか、みたいなイメージですね。インボイス制度がついに始まるじゃない。うちも、ようやくなんとか番号。いつもわかんないんだけど丸番号。長くて、長いんで番号なんとかなんないの。なんか忘れちゃうんだけど。丸番号みたいなあるじゃん。13桁の。あれが出たから、ね、今まで散々、まだかまだかってさ、出たら教えてみたいに言われてたところに、今日送りまくってた。番号はやっと決まりましたよ、みたいな。発行されたよって言って。なんだっけ、請求書とか領収書とか、なんか書かなきゃいけないんだよね。凄まじくめんどくさいよね、なんかね。最近ジャニーズのことばっかりですけれども、ちゃんと忘れていないよ、政治のことも。ね。ジャニーズの陰に隠れて何が行われているか、分かったもんじゃないね。本当にズバッと出ました。でも大事件はないかな。まあまあいいんじゃない？国民にとってでしょ？まあいいこと悪いこと、まあ半々くらいかな、みたいな。半々？まあいいことの方が多いかな。特に大きな事件はなさそう。なんか、どちらかというと、平坦な感じ。ぬめーってした感じ。特になんかこう大きな波もなく。そうだね。今まででもそんなにあれだけど、ね、どんどん岸田さんの印象が悪くなっていくみたいな。でもまあなんか出来事としては平坦な感じじゃん、なんとなく。カードもさ、ダイアルカナが星が環境に出てるくらいでさ、特に、なんか特に言うことがないみたいな。なんだろうね。なんか、そう、リーディングし、しがいのないっていうか、何の驚きもないし、ここが特に悪いんだよなとか、ここが特に素晴らしくてみたいな点もないし、うん、なんか、なんだろうね、この、もわーんってした感じ。うん、かもなく、不可もなくみたいな。そういう雰囲気をなんとなく、だから、地味な、だから皆さん、あんまり気にしてない人には、特に何も起こらないような日常が、この、なんだろう、っていうかね、政治的な意味でね、世の中のその芸能のとか関係なくさ、政治的な意味の日常だと、そう、なんか、わがままなカード出てるよ、いっぱい。だからまだなんだろう、ワンマンな感じは続けそうだけど、うん、でも、いいところとか前進するところもあるし、50点って感じ、本当に。うん、特に悪いことも特にいいことも、なんかそんなに大成功でも大失敗でもなくみたいな。
ほわーんってした感じ。でいいですか？なんか、本当になんか、一枚一枚読むっていうより、そんな雰囲気なの、本当に。うん。こんな感じで、うん、伝わるといいな。そうだね。じゃあ自民党にとってはどうか。なんかね、岸田さんらしいね、そういうところもね、可もなく不可もなくみたいな、すごい何の事件も起こらなそうなカードばかりこう並んでくるあたりが、なんかぬめーっとした政治みたいな感じ。なんて言ったらいいんだろうね。うん、そう。だし、政治によってさ、こう国民たちがわーってこう、興奮することも熱狂することも、もう、わーってこう、ショックだみたいなことも、特になく、気持ちの上下も特になく、なんか、うん、ぬーんって、ぬーんって、すーんって過ぎてくみたいな感じ。本当に、なんかさ、政治のニュースが多い時って政治ばっか占ってさ、なんか、この人政治の占い師なのかなみたいに思われるし、今ジャニーズばっかりで、ジャニーズばっか占ってると、この人ジャニーズの占い師なのかなみたいな。なんかね、その時その時で、なんか時代、ね、めっちゃ話題になってることを一番やってるとさ、ちょっと偏っちゃうよね。何でも占うんですけどね。なんか、この前もさ、鑑定中にさ、地震とか起こらないですかって聞かれて、え、動画見てますって言って、見てないですって言われて、見てって。地震毎月占ってるし、見てみたいな、そこは見てくれって思ったけどね。で、自民党にとっては結構この波が、国民によりもなんかありそうよ。立場と環境は大成功な感じが出てんだけど、最終的に良くないんだな、混乱するカードが出てる。このソードのエースの逆とか正義とかさ、パン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 って自民党内では、我々が思うよりも、すごく厳しい何かが行われている。切ったり、切られたり、みたいな。やるかやられるかみたいな。そのくらいのなんか、党内では厳しい感じが行われてて、自民党にとってでしょ？ね、富とか繁栄とかさ、それは総合的なのはいいんだけど、まあ最終的に自民党にこの人事がもたらすもの、混乱とか言葉で傷つけ合うとか、情報でなんか混乱させるとか、国民を、なんか、情報に踊らされるとか、まあ自民党自体がね。なんとなく、まあ自民党にとっては、あんまり良くないかな。なので、一歩一歩着実に真面目に、この言葉言って大丈夫かなみたいな。特に言葉に気をつけた方がいいかな。言葉とか情報の扱いを慎重にしないと、なんかすぐ帰ってきそう、それが悪い感じで。うん。こんな感じかな。まあ、自民党にとっては、繁栄のカードも出てるけど、言葉情報の取り扱い注意みたいな。まあ、40点くらいかな。で、さて、こっからですよ。本番は。閣僚たちの仕事ぶりを1枚引きで。まず、お偉いさんから行くね。総理大臣補佐官2人で、石原さんと、小里さん。あと、官房長官は変わらず、松野官房長官。で、官房副長官が4人いて、村井、森、読めない。栗うさん違ったらごめんね。近藤さんの4人。この1、2、3、7人を一気に行きますね。もう、本当に、読めない。なんかアルファベットの名前とかだったらさ、読み方一つしかないんだろうけど、難しいよね、日本語の名前ね。なんか名前の、下の名前の漢字もさ、なんて読むんだろうみたいな感じ、難しいよね。どんな、一つの、特に男性の名前なんか一つの書き方でさ、
3、4種類読み方があるパターンとかさ、ね、高橋一生さんのあの一生って書いて一生なのか一生なのか和樹なのかみたいな、なんか名前の読み方問題。はい、7人いきます。まずこれが大臣補佐官、良くない2人とも。で官房長官も良くない。で副長官4人、1、2、3、副長官がまだいいかな。ズバッと出ました。1人ずつ一言で言いますよ。総理大臣補佐官の石原さん、強欲すぎて大事なものを失わないように、ケチとか、なんか保守的すぎて逆に壊さないように。で、小里さんは人間関係の不安に注意ですね。裏切りとか。はい。松野官房長官、正義の逆、ダイアルカナで出たね、不正に注意とか、アンバランス、優柔不断に注意。で、官房副長官、村井さんは、なんか、まあ、助け舟が現れるかな。で、森さんは、優柔不断に注意です。読めない栗生さんは、優しい感じと、うん、人の心がわかる感じ。で、近藤さんは、なんか、古い悪いものを断ち切って生まれ変わるみたいな感じです。はい。さて、続いて、行くよ、大臣。大臣は19人います。まず、1から10まで行こう。総務、法務、外務、財務、文部科学省、厚生労働、省じゃない、文部科学、厚生労働、農林水産、経済産業、国土交通、環境。はい、この10人。なんか、知らない人ばっかりだなっていうのが印象。誰それみたいな。一気に並べちゃおう。1、2、3、4、5、6、7、8。誰だ、タワーが出たの誰だ、ちょっと今、ただひたすら並べてズバ取れました。誰だ、タワーが出たのが気になる。国土交通大臣、公明党の人だ。唯一の公明党の人。斉藤さん。なんだろう。この辺はいい。大体いいね。総務大臣鈴木さん、大胆で勇敢でスピード感があります。いいです。で続いて法務大臣小泉さん。はい。堅実で真面目で、こう人を助ける心がある。はい、いいと思います。3番、外務大臣、上川さん。はい、バランス感覚に優れています。いいです。4、財務大臣、鈴木さん、マンネリ。あんまりっていうか、パッとしないかな。うん、パッとしない。5番、文部科学大臣、森山さんは、こう、クリアに物事を見る感じでいいです。はい。6番目、厚生労働大臣、武見さんは、孤高の人みたいな、孤独な人。うん。孤立してる感じ。で、7番、農林水産大臣、宮下さんは、カップの9。うん。なんか、いろいろ叶えていきそうな感じでいいですね。8番目、経済産業大臣、西村さん、留任。もう、やる気のあるカードが出てます。で、9番目の国土交通大臣、公明党の斉藤さんがタワー。ダメか。10番目、環境大臣、伊藤さん、忍者、思慮深い感じ。まあ、おおむね悪くないね。タワーはここで出るっていうね。はい。続いて11から19。防衛大臣に木原。この人は別の木原ね。木原を。まあ、同じでも、木原実氏っていうのかな。あ、官房長官、ここにも出てきちゃう。私、官房長官占う必要なかったんだ、さっき。ね、まあいいや。もう一回占うことになっちゃうけど。そうか、ここに出てくるんだ、官房長官って。そうか、そうか。なるほどね。
官房長官は大臣なのか。そうだね。そうでした。はい、11番目から。11、12、13、14、15、16、17、18、19。はい、ズバッと出ました。まず11。防衛大臣木原さん、ソードのエース、強い信念が見られます。いいです。官房長官松野さん、うん、スピード感がありますね。はい、いいです。13番、デジタル大臣河野太郎氏留任。過去にとらわれる。ダメだった。良くないカードが出た。うん。なんか、過去のやり方にとらわれるとかさ、なんかあんまりこう、前進しない感じだね。うん。後ろばっか見てるみたいな。14番、復興大臣土屋さん。優しい感じ、親切な感じ。いいです。15番目、国庫公安委員長に、松村さん、死神、停止のカード、途中でやめるかね。なんだろう。16番目、子供政策担当大臣加藤さん、ずる賢いスパイカードが出たよ。子供政策なのにずる賢いって嫌だね。なんとなくイメージ的に嫌じゃない？なんか、17番目、経済再生担当大臣、新党氏ってものかな？は大胆で行動力があっていいです。18番目、経済安全保障担当大臣高市さんがね、優柔不断でこう、足踏み状態みたいな。とか邪魔されるとか良くない。19番目、地方創生担当大臣、自民さん、結果出さないみたいな、うん、感じですね。はい。以上になります。いかがだったでしょうか。ね、1枚ずつ、後で答え合わせするのも大変だけどね。なかなかね、見直すのも大変な感じだけど。じゃんけんいきます。たまーき、じゃんけん、じゃんけん、ぽい。くなので、パンの人の勝ちだよ。じゃあね、バイバイ、ありがとうございます。